はい、どうも、こんにちは、リッチです。さあ、今回もビッグアンビションズアップデートやっていきましょう。さあ、今回はね、アップデートで増えた CG 制作会社。これを作っていこうかなと思うんですけど。さあ、そこでね、新しく配送が、まあ、20個くらいから50個まで増えたっていうのが、まあ、効いてくるだろうと思うんで、まずは、オフィスを抑えに行こうかな。さあ、オフィス。まあ、前提として、グラフィックデザイナーね。これが新しい会社だけども、タイプですけど、多分ないですね。買収するのが一番早いと思うんだけど、だから果物に関しては買収しようかなと思ってるんで、そこで行くとして、まあなさそうですかね。まあ一からつくの結構大変ではあるんですけど、まあ切ってもいいかな。さあ、場所はめちゃくちゃあります。エリアもね、これ、すごく重要になってくるんですけど、オフィス自体この辺もいくらでも借りれるんで、どうしようかな。ヘルズキッチャンでやってみようかな。この辺はあんまりね、利益見込めないですけど、新しいものが来たんならね、まあ、マレーヒルもそんなか、なんか、ちょっと近い方がいいかなって思うんで、マレーヒルのじゃあこの525、525番街の52通りね。ここにしてみようかな。さあ、借りる。そこね、これグラフィックデザイナー。まあ今だったらウェブ制作会社。まあ同じような感じだと思うんですけど、単価がどれだけ違うかね。まあこうコストみたいなものは、これ弁護士用プログラマー料金だけど、これはまあ、グラフィックデザイナーの給料なら変わらないね。システム上人の賃金だけだと。さあ、始めました、フルーツシーエンターテインメント。こちらで価格はスタート115ドル。おー、高い気がするな。何倍にしていいとかちょっと全然もう覚えてないんで、まあ、とりあえず入れてみてだよね。これだと超見づらいんで、もうオフィスはいいか。さあ、ここですね、フルツチエンターテインメント。オフィス系のものがいるけど、どこで買おうかな。まあタクシー探すか。悩ましいですね。で、今日は土曜日。あ、土曜日か。ちょっとめんどくさいな。人材がいないですね、じゃあね。で、この辺に買いに行かないといけないんだけど、あと3時間。これきついんじゃないか。きつい気がするぞ。まあ、電話でもできますけどね。あ、でも。いけたっぽいね。時間感覚もない。さあ、ここでまあまあまあ頼んでみましょうよ。50個送れるんでしょ。今の経験から必要なものをね、割り出して。サフルチエンターテインメント。明日の朝。チアに関していろんなタイプある方がいいわけですよ。で、コーヒーマシンは1個必須で。アームチェアはいらんか。コンピューター。まあ、コンピューターかな。だから50個いけるわけなんで、8個くらい送れるわけですね。で、ソファー1つ。デスクトップコンピューターの方がいいか。ゲーミングチェア求める人はいないから、それをいらないとして。なんだこれ。インテリア増えてますね。で、なんかモナスピーカーがね、いいっていうのが。あ、てかラップトップあんじゃん。ラップトップでもいいですけどね。クオリティは変わるのかな。まあ、一応デスクトップにしときましょうか。で、まあ、モダンシェルフとかなんか適当にね、置いて。で、オフィスデスクは、ワン、ツー、ここの二つだったんで、まあ、多分一人くらいでしょ。で、8個。全然いけるな。12個にするか。あと椅子だね。問題は。テレビとかは別にいらないよね。冷蔵庫も買って、ソファー、冷蔵庫、コーヒーマシーンだから、
多分十分でしょ。で、オフィスチェア4個ずつ。多目的オフィスチェア、あとなんか網網のやつなかったっけ。これがそうだっけな。椅子もなんかもう一類言われてた気はするんだけど、まあ、あるならいいですかね。で、立てなると足んないか。6個ずつ。で、PC を12個にして、で、デスクは10個2個で12個あるから、あと置く場所ね。これでいいかな。どれでもいいですね。ここにしようかな。コーナーキャビネット。こっちかな。キャビネットエンド。どれでもいいや。適当に買って。これ問題ないはずだね。椅子も2タイプあって、まあ、多分言われないだろうと。ゲーミングチェアとか、まあ、この辺よね。まあ多分そこら辺はいらないと思うんで。まあでもあと13個買えるね。冷蔵庫でしょ？コンロとかさすがにいらないかな。まあこれで十分か。これ注文。さあ、今までの倍以上頼んでますね。ここで明日来るよと。で、人に関しては無理で、でなんか働いてない人が結構ね、いて、働かせないといけないんだろうけど、割り当ててない。で、満足度下がってないんだよね。彼ら一体何なんだろうか。大量にいるんだけど、それが。なんか、あぶれてんのかな。そうね、不思議な集団がいます。弁護士事務所を作らないといけないくらいいるんで、そこもちょっとおいおいかな。病欠病欠、ちょっと保険が気になるからね。そう、一応前回保険をね、まあできなかったんですけど、やろうとしてまして、もう一回やってみるか。ブロンズにしてみようかな。なんか料金が 18.53 ドルっていう風に言われてて、まあこれパーエンプロイなの。労働者一人につきだよね。だブロンズがいくらなのかっていうのを見たいわけですね。この後テレビなんて置いてたっけ。さあ、スキップ。絵画。寂しい部屋ですね。相変わらず。さあ、明日にして、ちょっと待ってよ、もう間に合わないかな。あー、2時までか。しまった。月曜とマイナス金利の日だったよね。あ、定年退職。わあ、HQ の人が定年退職。大変だなぁ。今やっぱマイナス金入ってるね。週ごとなのかよくわかんないんですけど。マイナス金利。6万ドルくらいですか？あ、で、船のメンテナンス。めっちゃ高いな、船のメンテナンス。船ってなんか寝るためだけだったよね、そういえば。あんま使い道なかったと思いますけど。購買担当、購買担当か。ドイツが抜けたんだろ、結構でかくないか、それ。引き継いでくれよ。あ、これ、あ、いつ退職するかね。あなたのために弁護士として働くことはないでしょう、と。ああ、割り当てないやつか。いや、なんで割り当てないか。もう記憶ないですからね。不明のまま抜けていきます、人が。さあ、新規投資で何にやってたんだっけな。レースグローバル A、 これね。ああ、これに今1217万ドルあるんで、800万ドルぐらいにしますか。800万ドル打つのが結構大変なんですけど、
800万ドルを投資すると。で、次は人ですね。購買担当もでも雇わないといけないですね。シティワークの方で。まずはでも、今回やる、フルチエンターテイメント。シティワークって。あれ？ここじゃないの？合ってるっぽいよね。先に HQ にちょっとお願いしよっか。購買担当を。いや、若い方がいいね、とにかく。若い人にしよう。大変すぎる。抜けられると。え、こっちじゃないのかな？新しくなんかできたんですかね？やつも。あ、いたいたいた、よかった。若い人10人。これでも足りないんですけども。これで明日だね。保険でも今日連絡来るんだよな。さあ、これ一人当たりいくらだ？あ、10ドルくらい受け入れますか、じゃあ。ね。で、ちょっと HQ 見てみる。購買担当抜けたんでしょう。ね、こう毎日入ってくるようわかるんだけど。あ、服はいるな。え、じゃあ誰なんだろう。ジェットカーゴインポート2人。ユナイテッド、ジェットカーゴ。あ、ジェットカーゴ2人、シーサイド。ジェットカーゴ3人？ユナイテッド、ジェットカーゴ、シーサイド、ジェットカーゴ、ジェットカーゴ。じゃあ、ジェットカーゴ3人いるね。なら絶対1個抜けてるでしょ。どっか。ブルーストーンじゃない？確定じゃない？あれで。ジェットカーゴ、シーサイド、ユナイテッド。ここっぽいですよね。あ、ブルーストーンいるな。じゃあ何が抜けたんだろう。あ、ブルーストーンが服か。じゃあ あ、ユナイテッド説あるかな。うん、これちょっと難解ですね。正直わかんないな。食べ物系でしょ。で、ここが花とワインとギフト。で、安価なもんだけ入れてない。安価なもんを多分どっかでやってんのかな。じゃあ、安価なギフトと安価な、宝石。ここではあるね。ギフトはこうじゃない。こっちギフト。じゃあいいんじゃね。なんか、足りないのかな。しまってる段ボールのピザがなくなりました。高価な花がなくなりました。花村。高価な花は多分、物流担当だね、次は。花村。花村3番ね。で、フラワーシャワーがあるから、ここにも送ってる感じか。まあでも、もう一個、ユナイテッドはいてもいいかもしんないな。うわ、税金じゃめんどくさ。いくら？ 374 万ドルね。はいはいはい。で、この辺はだよね、内容これ変わったからちょっと分かりづらくなったよね。今まで大とかだったと思うけど。あ、でも何がいるか教えてくれるんだね。グラフィックタブレット、グラフィックタブレット。グラフィックタブレット with スクリーン。グラフィックタブレット。あ、ゴールドヘルス、あ、これだね。ゴールドの健康保険か。あ、へえ、あ、じゃあそれを求める人がそもそもいるんだ。マウスパッド。いやー、なるほどね。いろいろありますね。さあ、これね、進化した事務用品店。多分ここに、あー、いっぱいあるね。買うべきものがあるだろうと思ってきたんだけど。お、あ、会議テーブルめっちゃっぽくなってるわ。そうかそうか。前これだけポツンと出てたもんね。あー、なるほど。なんかタブレット。グラフィック、あ、これじゃない？あ、これタブレットか。あ、これだね、これ。グラフィック、
タブレットウィズスクリーンね。パソコンはいらないんだね、じゃあね。買ってっちゃったけど。これでもあれだよね、同じだとすると、パッドをどかさないとダメなんだよね。ちょっと一旦チェックしてみるか。ウィズスクリーン、タブレットウィズスクリーン、タブレットウィズスクリーン。多目的チェア。どうなんだろうな。パソコンも行った上でなのかな、この形式なのか、もしかして。グラフィックタブレット、あ、でもグラフィックタブレットウィズスクリーンはこっちか。はいはいはい。ちょっと特殊ですね。せっかくならグラフィックタブレットウィズスクリーンの人を入れてあげたいか。動き出すのにでも時間かかりそうだね。まあでも買っていけば、4人分くらい買っていけばいいや。これ購買担当ね。購買担当も能力大事ですからね。コーヒーマシンはあると思うんで、23歳女性。若くていいね。全然抜けないわ、これなら。フルタイムを、フルタイム4人だな、入れるのは。これはグラフィックタブレットがいいんだよね。ウィズスクリーンじゃない方がいいんでしょ。40歳行き過ぎだね。ん？あ、40歳、40ドルか。40ドル行き過ぎだわ。時給大事なんでね。パートタイムはないわ。マウスパッドが欲しい購買担当者。大変だね、これ。種類増えて。ちょっとやりづらくなってますね。グラフィックタブレット2つとウィズスクリーン2つ買っていけばいいのかな。今日はちょっとこっちで買ってきます。IKEA でもらったね、カゴをちょっとどっか置いてきちゃったんで。あ、どけろどけろ。私が優先だ。多く払うからな、なんなら。30万。どうしよっかな。自分で、行くか。まずこっち行くか。やるべきことが多いですね。わ、なになになに？絶望的なメッセージの量来てるけど。あ、変わってますね。仕事に満足しない。ああ、わかってますよ。さっきちょっと対応したんでね。明日以降改善が見られるかなと思われます。ここに、箱で置いとくしかないか。何がいるかが分かんないからね。まず彼らが求めるデスクを完成させないといけないと。で、まずは、通常オフィス、デスク。置いていきましょう。何人までいけるんだろう。いやでも HQ の人がね、引退するのしんどいですね。ちょっと引き継ぎよう、それこそ。うちクラスの規模なら引き継ぎがいないとマジでやばいぞ。連絡先あるかな、ちょっと電話しよう。ジェットカーゴか、一番新しいのは。ユナイテッド社員ポート、電話。営業時間外。12分。いやー、対応しろよ。次は、椅子は何もなかったっけね。オフィスチェアと多目的チェア半分ぐらいで。オフィスチェア求める人っていたっけな。なんか、特殊なやつは求める人いるけど、普通のって、わざわざ言わなかったよね。さあ、まずどんくらい稼げるのかというところを見ていきたい。この新しいビジネス。ちょっとね、既存ビジネスの方で問題がただ発生してるんで、進行が遅いですけど。一応、こんなもんかな。ソファーとかちょっと、まあ、必要なものを置いていきましょう。いわゆる飾り的なもんだね。
じゃあここにコーヒーが置いてあるよと。さあできましたね。左の使って置いとけばよかったなこれ。あれだね、配置が見やすくなったね。3箇所置けることが分かると。ここでまあ椅子求める人と、なんかいいタブレット求める人、いい感じに分けてて、でやっぱコンピューターいるんだね。はいはいはい。まあコンピューターラップトップでいいなこれ。ちょっとラップトップにしよう次から。こんなんいらなかったわ。置けないね。働きづらそう。これこういう感じになっちゃうな。デスクが狭いしコンピューターがでかいね。踏んでるけどね。あ、だからラップトップあったんだね。なるほど。今回保険のね、求める人もいたんで、ちょっと分かりましたね。タブレットメインにしたいから、やっぱこれはラップトップがいいな。あと配置の仕方次第だよね。お手止まってんぞ。お働きだけほら。つまり料金は150くらいかな。あとまあ育成ですけど、あ、それこそ人事マネージャー空いてるよね。この子に割り当てで、購買担当の子も入れて、なんか低い子いっぱいいるね。そもそも論割り当てないといけない。あ、でも、あ、ちょうどいいちょうどいい。よし。ここで働いてもらうと。さあ、新しいとこの、まあ、料金上げたんで、まずは利益出るかどうかで、あれで。まだ初歩的な設定だけだけど。そうか、タブレット求めるとちょっと大変だね。やりづらいね。買ってくものが一つ多いと考える感じかな。さあ、税金、おお。まあ退職は仕方ない。高齢だったんでね。さあ、チェック。新しい CG の方は、日収800ドル。顧客サービス低いから、こっからだね。まあ満足度次第。って感じで、価格に関してはいいらしい。150ドル。だここ次第で、変わってくるかなと。でベースの料金115ドルだよね。っていうのは、弁護士の半分です。で、弁護士の半分の料金なんで、倍の値段を取るのは難しいか。倍でやっと弁護士の料金なので、低めだと。で、運営者会社が115なんで、同じ価格だね。料金で言うと。だから550ドルまで上げてるんで、そこまではいけそうと。で、従業員の能力、賃金だね。賃金ですけど。弁護士とプログラマーはそんなに時給が、スキルとかにもよるのかな？よると思うんですけど、あんまり変わらないですね。で、今入れたばっかりの人たち、あれ、プログラマーなのか。まあ、数が少なすぎますけど。あれ、弁護士もなんか値段、時給が全然違うね、人によって。だいぶ、238万とかのやつもいるんだけど、低い人は低いね。
料金に関しては分かんないな。でも238ドルの弁護士だと、時給が少なくともそれ超えてないと赤字なわけだから、結構高めだね。人件費的に見ると、現状だと多分安いんじゃないかな。45ドルとか、44ドル。まあ50ドル以下なら安いね。まあ最低が115ドルなんで、全員がしっかりと稼働してね。未稼働の人がいたら、きついけど、全員稼働してれば、時給は全然いける。で、31もあるパートタイムか。安い人もいるからね。だからこの辺32ドルとか使えれば、だいぶいけますよと。だそんな感じだね。